っちにもね、あのお弁当が置いてあります。じゃあちょっと進んでいきましょう。はい、じゃあちょっと、あ、こっからここで終わりになってますね。さっきのと違って一つになってんですね。で、空調とかもこうやって調節、まあ、いろいろできるみたいですね。はい、こんな感じですね。あ、で、下が鏡がついてます。ちっちゃい、ちょっと、あ、2階になるんですね。なるほどなるほど。あ、で、このロック番号もついてます。はい、行きましょう。あ、なるほどね。これ普通のなんかビジネスホテルみたいな感じで、このライトを調節できたり、ヒーター、こっちは効いた。ああ、なるほどね。はいはいはい。あ、だから冷房はエアコンであれするけど、暖房はこれ効いた。